多岐にわたる分野で活躍できる応用力のある数学科を育成する、それが理学部第2部数学科です。その特徴は3つ。1、丁寧な指導と充実のカリキュラム。数学基礎力を育み、論理的に思考する態度と能力を養成するとともに、マルチメディア時代に対応する情報数学も習得できる充実したカリキュラムを構築。研究の最先端で活躍する教員がきめ細やかな教育を行っています。 2、 専門分野をさらに深める道も。卒業後さらに研究を続けたい人には夜間の専攻科や理学研究科などの大学院という道も用意されており、一層高度な技術者、教育者、研究者へと進むことができます。3、教員養成の伝統実績。これまでに多数の教員を社会に送り出してきた伝統があり、教員志望の学生が毎年多く集まります。採用試験に関する情報交換も活発です。理学部第2部数学科を通して目指せる資格はこちら、数学の中学校教諭一種免許状、数学と情報の高等学校教諭一種免許状、そして測量士、測量士補。理学部第2部数学科では教員志望の学生が多く集まり、社会人の方も働きながら教員免許を取得し教員になっているという確かな実績があります。こちらが入学者受け入れ方針、アドミッションポリシー。高等学校段階までの学習内容を十分に理解し、大学で高等数学を学習するための基礎学力をしっかり身につけている人で、数学に対する純粋な知的探求心、粘り強い論理的思考力を持ち合わせ、基礎から応用にわたる高度な数理科学を自ら本格的に学ぼうとする強い意志と意欲のある人を受け入れる。演習やグループ学習および卒業研究ゼミなどを通して、多様な境遇、年齢層および価値観を持つ学友の考え方、生き方を尊重し、自身の数学力、数学的表現力、コミュニケーション能力を積極的に向上させる意思のある人を受け入れる。純粋な数学的知識力に加え、冷静な判断力、優れた洞察力、粘り強い論理的思考力などを磨き上げるという高等数学を学ぶ意義をしっかり理解し、身につけた数学の知識および数学的精神を自身の生きる力に活用させ、社会に貢献しようとする人を求める。入学試験では、高等学校卒業と同等程度の学力を有しているかどうか、高等数学に対する強い興味関心を有しているかどうか、高等数学を身につけ将来どのように生かしたいかなどを総合的に考査し、入学者を選抜する。これが1年次のカリキュラム。黒い文字が必修科目、オレンジが選択科目です。1年次から解析学、大数学、幾何学の分野を必修で学びます。東京理科大学ではここでの教育を特に重視。このカリキュラムによってスキルを磨き、基礎学力を身につけます。こちらが2年次のカリキュラム。確率論、統計学分野が新たに必修科目として、位相数学や離散数学の分野が選択科目として加わります。2年次はレポート力、思考力、分析力など全領域にわたり、さらに揺るぎない基礎力を身につけます。3年次のカリキュラムはこのようになります。新たに教育学分野が加わります。3年次は基礎を学ぶ中で発見した自分の好きな分野を深く学ぶことが可能。関心のある分野に応じて様々な科目が用意されています。そしてこれが4年次のカリキュラム。卒業研究がメインです。4年次は実際に研究室に所属し、今まで培ってきた解析学、大数学、幾何学などの数学力を生かし研究を行います。これが理学部第2部数学科の研究テーマです。
偏微分方程式論、可換関論、グラフ理論、作用素論、場の理論、ゲージ理論、組み合わせ群論、群のコホモロジー論、統計学、機械学習、微分幾何学、複素幾何学。興味深い研究テーマは見つかりましたか？大学案内には研究室ごとの内容が掲載されています。また東京理科大学と研究室名でウェブ検索すると直接研究室のサイトへアクセスすることもできます。では先輩の言葉を紹介しましょう。数学科の卒業生、中野さんです。幾何で扱う図形の一つ、多様体。地球を平面の地図で表すような視点で図形を扱い、性質を捉えるのが研究の内容です。テキストや論文の内容を学生が教師役となって発表。もちろん、記載されていない途中計算も数学者さながらに学生が書きます。先生は議論の行方を見守り、必要な時だけ方向修正。あくまでも学生が主体で進んでいきます。教師を目指していた私にとって数学教育の大切なヒントを得た経験です。では卒業後について紹介します。これは2021年3月に卒業した学生の進路や就職状況。大学院への進学が 23%、 日立システムズや日本ユニシスなど企業への就職が 46.9%、神奈川県や東京都の公立中学、高等学校など教育・学習支援業が 10.6%、 東京理科大学理学研究科数学専攻などへ進学し、さらに数学を深めていく方が多いのも特徴です。また学生時代に磨いた数学的センスを生かして、多くの卒業生が社会で活躍しています。すごい未来日経、東京理科大学。